急地震速報、震源は能登半島沖、予想震度深さ10キロメートル、マグニチュードは 5.0、最大震度は4です。第4波、能登半島沖、10キロ、マグニチュード 4.6、最大震度4。最大震度4。能登半島沖、マグニチュード 5.0、最大震度4。震度3、石川。最終報、震源は能登半島沖、深さ10キロメートル、マグニチュードは 4.6、最大震度は4です。震度速報、最大震度は3です。6日23時20分ごろ、最大震度3を観測する地震がありました。震度3を石川県能登で観測しています。GFZ 地震情報が発表されました。6日21時33分0秒に東太平洋海防南部で地震がありました。震源の深さは 10km、 マグニチュードは 5.44 と推定されています。津波の心配はありません。6日23時20分ごろ、最大震度3を観測する地震がありました。震源は能登半島沖、震源の深さは 10km、 マグニチュードは 4.4 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を石川県能登で観測しています。地震情報、最大震度は3です。6日23時20分ごろ、最大震度3を観測する地震がありました。震源は能登半島沖、震源の深さは 10km、マグニチュードは 4.4 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を、石川県能登の七尾市、輪島市、志賀町、中能登町、震度2を、富山県東部、富山県西部、震度1を、石川県加賀、福井県嶺北、岐阜県飛騨で観測しています。繰り返します。6日23時20分ごろ、最大震度3を観測する地震がありました。震源は能登半島沖、震源の深さは 10km、マグニチュードは 4.4 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を、七尾市、輪島市、志賀町、中能登町で観測しています。
地震情報、最大震度は2です。6日23時23分ごろ、最大震度2を観測する地震がありました。震源は能登半島沖、震源の深さは 10km、マグニチュードは 2.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度2を石川県能登の志賀町で観測しています。繰り返します。6日23時23分ごろ、最大震度2を観測する地震がありました。震源は能登半島沖、震源の深さは 10km、マグニチュードは 2.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度2を志賀町で観測しています。REST、地震情報が発表されました。6日23時20分29秒に、本州東部西岸で地震がありました。震源の深さは 59.3km、マグニチュードは 4.08 と推定されています。REST、地震情報が更新されました。6日23時20分29秒に、本州東部西岸で地震がありました。震源の深さは 60.9km、マグニチュードは 4.08 と推定されています。
REST 地震情報が更新されました。6日23時20分30秒に本州東部西岸で地震がありました。震源の深さは 55.4km、 マグニチュードは 4.11 と推定されています。REST 地震情報が更新されました。6日23時20分29秒に本州東部西岸で地震がありました。震源の深さは 59.3km、 マグニチュードは 4.08 と推定されています。地震情報、最大震度は1です。6日23時30分ごろ、最大震度1を観測する地震がありました。震源は富山湾、震源の深さはごく浅い、マグニチュードは 2.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度1を新潟県上越の糸魚川市で観測しています。繰り返します。6日23時30分ごろ、最大震度1を観測する地震がありました。震源は富山湾、震源の深さはごく浅い、マグニチュードは 2.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度1を、糸魚川市で観測しています。地震情報、最大震度は6弱です。6日23時20分ごろ、最大震度6弱を観測する強い地震がありました。震源は能登半島沖、震源の深さは 10km、 マグニチュードは 4.4 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度6弱を石川県能登の志賀町、震度2を富山県東部、富山県西部、震度1を石川県加賀、福井県嶺北、岐阜県飛騨で観測しています。繰り返します。6日23時20分ごろ、最大震度6弱を観測する強い地震がありました。震源は能登半島沖、震源の深さは 10km、 マグニチュードは 4.4 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度6弱を志賀町で観測しています。